ルシル・グラーン、1845年、ルシル・グラーンは、デンマークのバレエダンサーである。彼女は、国際的に知られた、最初のデンマークのバレエダンサーであり、ロマンティックバレエ時代の著名なバレリーナの一人に、数えられている。彼女を有名にしたのは、1836年の、ブルノン・ビル版ラ・シルフィードのシルフ役である。その他に、パ・ド・カトルの初演者にも名を連ねている。 本名は、ルシール・アレクシア・グランである。1819年、コッペンハーゲンで生まれた。彼女は、コッペンハーゲンのデンマーク王立演劇学校で、有名な振付アオーギスとブルノンビルのもとでバレエを、習った。1834年にデビューを飾り、翌1835年にブルノンビルの、ベルデマーの重要な役アストリットを踊った。まもなく、グラーンとブルノンビルの関係は、 彼女がパリオペラザで踊ることを絶望したことから悪化した。最終的にグラーンは二度とデンマークに戻らないことを条件に王室から出国の許可を得ることができた。1839年にはデンマーク王立劇場を離れてパリオペラザに出演し始めた。1839年から1845年までの間にロンドン、サンクトペテルブルク、 ミラノなどを含むいくつかの劇場で踊った。1845年には、ファニー・チェッリーとカルロッタ・グリジ、マリー・タリオーニというロマンティックバレエの早々たるスターたちと共にパ・ドカトルのパートを踊り、彼女のキャリアは頂点に達した。1846年以後、グランは多く欧州を公園旅行し、自分で踊るだけでなくいくつかのバレエを制作した。その中には、 ジュール・ペローのカタリナのリバイバルや彼女が作った唯一のバレエ、バッカスとアリアドネも含まれていた1848年にグラーンはハンブルクへ移動しミュンヘンで家を建てた。1856年、グラーンは舞台生活から退き、イギリス人のテノール歌手、フレデリック・ヤングと結婚した。彼女は1858年から1861年まで、 ライプツヒでバレエ教師となり、1869年から1875年はミュンヘンの国立劇場でバレエを教えた。1907年、彼女はミュンヘンで死亡し、たくさんの財産を死に依存した。ありがとうございます。